静岡県沼津市 JR 東海沼津駅。静岡県東部の商業地区で以前ブログ記事で訪問した際にも大きな収穫があった好きな町である。今回動画撮影のため改めてやってきた。沼津市は近年アニメ「ラブライブサンシャイン」の舞台とされ、町を挙げてラブライブとタイアップ。駅や商店街など至る所に上りやポスターがある。駅は貨物鉄道駅でもあり、貨物列車も見られる。駅舎も古く味わいがあり、沼津駅から気分が上がります。駅近くを流れる狩野川、一級河川でなんと静岡県の面積の 11% を占める。台風の際には川が増水し、御成橋が沈みそうなほどの映像をたびたびニュースで目にする。沼津市は平野部の軟弱地域であり、災害に弱い町なのだ。駅前に設置されているのは沼津機関区の記念碑と、愛について語る井上靖氏のモニュメント。そう、気候が温暖で保養地でもある沼津は文人墨客ゆかりの地としても知られている。かつては複数の百貨店が立ち並んでいた南口。しかし近年次々と撤退し、残っていた西武百貨店も2013年に閉店。新館だったこちらはパチンコと吉本劇場が入る沼津ラクーンに。そんな中、駅近くで最も賑わっていると思われるのが全外式アーケード沼津仲見世商店街だ。戦後の青空市場から始まったという南北に伸びる250メートルのアーケード街。
仲見世商店街の周辺にも小さな商店街が点在。どれも昭和の香り漂い、逆にそれを生かしたレトロコンセプトの店もある。その代表的な店がこちら、新仲見世商店街にある昭和レインボーだ。この日は残念ながら休みだったが、昭和愛が外観からにじみ出ている。前回は店長さんと意気投合し、いろいろ教えていただいた。こちらが以前訪れた時の写真。店内でも撮らせてもらった。昭和好きにとってまさに夢の空間だ。他にも新仲見世には昭和カラーの個性派がある。こちらは上土商店街にある上土町センタービル。長らく街の移り変わりを見てきたこのビル、醸し出すオーラがただものじゃない。ちょっとお邪魔してみよう。この雰囲気、素晴らしい。まるで軍艦島の在りし日の建物を歩いているような、そんな気分にさせられる。屋上へ出ることができた。広めの屋上は何も置いていない。街並みは高い建物が少ない。山の向こうに富士山。
真っ白な富士山は当然ながらいつもよりかなり近くに感じる。こちらは駅の南に少し離れて位置するアーケード名店街。昭和のフォントに濁点の星が輝いている。かつては高級商店の並ぶ通りだったというが、今はご覧の通りのシャッター街。アーケードを支える柱もかなりダメージがある。旧来の商店街は個人経営の店が多く、加えて人口減少にも伴って活気が失われている。新仲見世商店街のさらに南側、降ってきた雨がよく似合う飲み屋が並ぶ通り、沼津銀座通り。こちらは路地の人間臭さがたまらない。先ほどの上土町センタービルの後ろ姿が見える。
今回は初めて沼津港の方にも行ってきた。駿河湾に面する沼津港、水産業は盛んで、近年は新鮮な魚介類を求め訪れる観光客も増えていて、この日も外国人観光客などでにぎわっていた。沼津港商店街や沼津深海水族館など観光客向けの施設も多い。我々的にはこういった長年活躍している古びた建物や店舗などが好み。実に良い味が出ている。向こうに見える水門は沼津港大型展望水門ビューを、津波を防ぐ目的で作られ、平常時は展望施設となる。千本松原にある千本浜公園から駿河湾を望む。海の色が美しい。海を眺めていると時間を忘れられるのはなぜだろう。最後に沼津市街地の夜景でも。やっぱり旅は海と夜景に癒される。沼津はきっともっと奥深い。また来たい街です。